世界で一番短い聖書のお話の時間となりました。12月に私はロサンゼルスに行ったんですが、そこで素晴らしい体験をしたんですね。どういう体験をしたのかっていうと、リバイバル、このアズサガイリバイバルというリバイバルが起こりましたが、それは終わりの時を知らせる週末の大きなリバイバルの始めです。それはですね、ブレアハウスというところで始まったんですが、私はですね、そこで2回ほど集会を行うという特別な特権を受けることができました。私はそれが非常に素晴らしい体験だっただけではなく、摂理的なものであると考えております。私も、そして今のクリスチャンの方々もリバイバルに預かります。お会いの時のリバイバルは大きく全世界に広がり、そしてその器に私たちがなるのです。今日の聖書の箇所は、詩篇105編の19節、彼の言葉がその通りになる時まで主の言葉は彼を試した。私たちの教会はですね、歌の下手な教会でした。今長老になっているある方が初めて教会に来た時、我々の賛美を聞いて下手な教会だなと思ったそうです。また私たちがフィリピンに行った時にクルセードをいたしました。クルセードは賛美があり、証があり、メッセージがあるわけですね。しかし私たちの賛美隊は、賛美グループは最悪でした。私たちの賛美を聞くとみんなが離れていくのですね。まさに何とも言えない、そのような思いを持ったのです。しかしそのような私たちに対して神様は言われました。この教会から多くの賛美が生まれてくる。またこの教会から多くのグループが立つ。また、レコードですか、CD とか、そういうような、このレコードとか CD を出すグループも出てくると。こう言われたんですね。しかしですね、我々はその言葉を信じてどうなるかと思ったんですね。しかしですね、そんなことは起こりません。また上手い人も我々の教会に行きません。それでですね、私たちはじりじりしてきました。1年たち、2年たち、3年たち、4年たち、5年たち、10年を超えてきました。私はですね、その時惑わしが来たんですね。あの言葉は本当だっただろうか。とそう思いました。しかし、神の言葉は成就する時があります。その時まで動かなかったとしても、時が来た時に豊かに動き始めるのですね。ある姉妹が教会に来て、そして賛美が恵まれないと言って帰りました。その時ですね、聖霊様が語られたのです。さあ、この作詞作曲をスタートしなさい。私が導くと。そしてその作詞作曲を中心として、音楽の働きがスタートしました。最悪の状況であり、最悪の力のしかない私たちでしたが、主の時に主に従い始めたのです。そこから技が起こりました。その年に歌集の一首ができ、さらに今に至るまで1000曲以上の歌集ができております。いろいろな教会に素晴らしい賛美グループが立ち、ショッピングセンター、また学校、さらに空港、さらに、養老院、また個人院、病院などいろんな施設で賛美をしており、それを通して多くの神様の技が起こってきております。それを見て、まさに主の言葉が成就したということを見、神様を讃えています。しかし主の時までそれは全く動かず、そして長い忍耐の後に主の言葉が来て、一気に神様の技が始まりました。神様の技には時があります。その間に私たちは試されます。しかし神の言葉に立ってください。神の言葉は必ず成就するからです。どうもありがとうございます。